はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。昨日指摘されたですね、韓国語講座や、ハルモニ一人芝居や、もっと弾きたいアフリカ民族楽器講座であるとか、全く何それ、男女平等とか、男女共同参画に関係ないんじゃないの?っていうようなですね、ところにですね、イベントなんかにですね、男女共同参画予算が投入されてた問題に慌てたのか、共産党が動きました。赤旗がですね、全力で擁護。一般社団法人コラボなど女性を支援する民間団体に対して見過ごせないデマが拡散されているということで、絶叫ですね。内閣府男女共同参画局。情報公開請求で得た資料を曲解し、あたかも事実かのごとく動画や SNS に流すのは事業の妨害。こちらも共産党とグルなのかな。あたかも事実でかのごとくだから、事実なら問題ないわな。それは事業の妨害。まあ当たり前のことしか言ってませんけれども、まあ結果的にですね、赤旗はですね、共同参画局が赤旗の味方であるっていう風にイメージ操作してますよね。任非僧兵、任非人非と人非読めませんね。共産党の参議院議員だって女性支援の予算拡充こそ必要であり、もっとくれっつってるよ。ずーずーしたらありゃしねえな。で、何韓国語講座に、つぎ込むの。当事者支援者の安全を脅かしかねない情報は非公開とされるのが当然。まあ、黒塗り文書のことでしょうね。などなど、コラボを必死で擁護しておりました。かばっておりました。ネットの話です。共産党の活動資金。共産党ってさ、政党助成金もらってないんですよ。あれもらうために、党の収支報告出さないといけないんですけど、出せない。からもらえない。それをですね、我々は、もらわないでやっていけるクリーンな政党だ。かなんか言い張ってるんですけど、なーに、収支出せねえだけだろ。闇の金とか裏の金が多すぎて。重要性の話じゃない。この後に及んで、もっとくれくれ言ってて草。のり弁どころじゃないレベルで真っ黒。デマデマ言ってるけど、その内容には一切触れない赤旗。疑惑は深まった。共産中核、かくまる分と党。内閣男女共同参画局と共産党はグル。こんなに視聴率稼げそうな内容なのに、マスゴミ、そうする。マスゴミっていうかテレビ局でしょうね。共産党が関わったら全部腐る。不正会計疑惑には触れないの草。だ収支とか会計があれだって不明瞭でこんなにかかんのみたいな部分がいっぱいあると、毎年医療費が一定額なのもおかしいだろ、いう話で、タイヤ交換してるしてる言ってるけど8年前のタイヤついてんだろとかですね、いろいろなところが指摘されておりますけれども、それを全部まとめてデマだーって言ってるのが赤旗ですね。デマと確信しているが、ファクトチェックしない自由。疑われる方が悪いんちゃいますか。これ辻元の言葉ですよね。議員会館の指摘し利用とか追及しなくていいんですか。これ共産党議員の申し込みで、議員会館をコラボが使えた、利用できたみたいなのあって、そんなね、指摘利用じゃないが、突っ込まれてましたけど、数字出して疑い晴らせばいいだろうが、反論は一切せず、ひたすらデマ認定と自己主張をするだけのいつもの共産党。まあ70年も、いつものこのスタイルでやってきたんだもんな。今更帰らんねえわな。論より大声嫌がらせ、最後は暴力。脊髄反射で口答えと。数字出して、ここはこうですよ、こうですよ。反論すりゃいいのに、そういうの一切やらねえのね。まあ、できないでしょうけど、コラボと共産党は年頃、通過、まあ、同一でしょうね。これが証拠写真なんですけど、衆院選で、去年の衆院選で、比例は共産党で思いっきり応援してるし、宣伝してるしね。していただきましたので、テロップ入ってますけど、一体何してもらったんでしょうね、共産党にね。指摘されてる不明瞭、不透明な部分について、
一切反論せずデマだと決めつけ発狂するのは、まあお家芸っちゃお家芸なんですよね、共産党の。そう叫ぶんだったらどこがどうデマなん、どこがどう間違ってんだか、その指摘、っていうのを言うのが普通ですよね。潔白を証明したいから早く調べてくれっていうのが普通ですよね。それが参議院議員、共産党参議院議員はプライバシーで黒塗りは当然だけど言ってるから、だから余計疑われんじゃんね。疑われたくない、潔白に自信あんだったら何もかも晒して、調べてよ気が済むっていうのが自然ですよね。まあ、ただただデマと叫んで、まあ、不自然の極みなんだよ。共産党の豊島区議会議員はですね、私の指摘に反論できず事実無根絶叫してましたっけ、論より大声女でしたよね。男女共同参画局なんてものあんのか。そりゃ官僚はですね、自分からの、自分らの甘い裁量で税金が共産党に流れてるなんて暴かれて責任取りたくないわな。だから丸々すべき、デマを流すのは事業の妨害となるって、まあ当たり前のこと、太陽は東から昇るぐらいの当たり前のことしか言わないわな、ごまかすしかないわな。現在の共産党の教育はですね、全国の似たような怪しい団体に見直しが入ることですね。コラボだけが特別ずさんとも思えないんですよ、私には。もっともっとダメダメなとこあるんじゃないですかね。男女共同参画越前の事務局長はですね、9年も横領続けてバレねがった。全部の予算の半分近い500万円ガメスさんにバレねがった。通帳も出さないで、それでなあなあで終わってたっていうのもあるし、もうコラボ以上にずっさんなとこあったと思いますよ。これが暴かれんのが今は共産党の恐怖じゃないんでしょうか。日本の敵共産党が嫌がることは我々の利益であります。東京のコラボだけじゃなくて全国的に怪しい団体の収支を見直すべきだよなって思っております。文と高田健78歳らが中心にやってた国葬上メロ訴訟、最高裁で棄却と。この人は15日の、なんだっけな、反撃能力反対集会で、思ったより人は集まんなくて、こんなことは初めてだと、肩を落としていた、ご老人なんですけど、どの地裁でも高裁でも、一切相手にしてもらえませんでした。パヨ大敗北と。ネットなんです。まだやってたんだ。まだやってたんだね。最高裁消えろ。国葬終わってるがな。パヨは何が目的で生きてんの。全力出して、この程度。大声で騒げば要求通ると思うね。記事タイトルだけで笑ってしまったよ。そんな暇あるなら仕事しろよ。これが仕事だろうと。文と高田健78歳。最新画像がこちらであります。これはですね、12月13日火曜日、定例新宿東南口外線、バスターミナルあっとこですかね。毎週火曜日そこでやってんだって。総係の連中が全くね、寒いのに無駄に丈夫な高齢者だな。勤勉なパヨ一番嫌かも。そんな暇なら働けっていう指摘ありましたけど、いやいや、嫌がらせ訴訟としつこい外線が仕事ですんでね、勤勉だな。案の定内容がむちゃくちゃで、どこの地裁も相手にしなかったけどね、全力出してこの程度、バカすぎない、そんな頭で生きてんの辛いだろって言われても、自分らは正しいに決まってるから、何十年も何言われても気にしないと、この人ら。ダニングクルーガー効果ってご存知でしょうか。バカほど自己評価が高い。バカほど自己評価が高い。能力ある人は上には上がいることを理解し謙虚になる。まるで無知の知の逆なんですけど、ダニングクルーガー効果ってのがあります。パヨは自己正当化のためにですね、何十年も左翼はインテリであるとか、天聖人語は試験に出るであるとか、人類にとって共産主義は資本主義の次のステージかなんか言って、我々左翼は知識の前衛とか自称して、まあ全然違うんですけどね、実態はね、バカでどうしようもね連中なんですけど、誰もですね、お前らすごいバカだよって言ってやらなかったのと、あるいは言っても耳を貸さなかったもんだから、いつまで経ってもバカバカしいね、論より大声から抜け出せてないんですよね。訴訟の国訴文の文章もダメダメだもん。法的根拠何ってやつでね。パヨを見かけたら、ダニングクルーガーなんですね。
って言ってやれば意味も分からず喜ぶかもしれないですね。横文字好きだからパヨども、あなたダニングクルーガス、セメント辻元清美、原発攻撃されたら終わりなので反撃能力は無意味、現場小一郎副代表、立憲副代表、党の方針として専守防衛に適合すれば認めていく、保有に全否定はしないと。どうやら辻元党にはしご外されたか、党の方針確認しねえで自分勝手なこと言ってたか、そんな感じですね。ネットなのです。セメントいて辻元清美は切り捨てか。これは分裂するから、立憲のまともと極左で分裂するかもしれないかな。反撃能力持っても持たなくても原発は狙われるやん。原発を攻撃されても反撃できない方がはるかに悲惨だろ。反撃しなければ原発狙われないって根拠何？反撃できないとひたすらやられるだけやん。ミサイル飛び交う現代戦で専守防衛は不可能って結論出てんだが、辻元は反撃のりは無意味だから外交で戦争回避をって共産党と一緒のことを言ってますけれども、クラウゼビッツ戦争論、戦争は外交の一手段であると、政治の中に含まれると、共産党もそうだが辻元もその素晴らしい外交って具体的にはどういうことをやればいいのっていう質問には絶対答えません。こいつらの言う外交はですね、無抵抗で降伏して、こいつらが言う平和っていうのは、ウイグル、チベットみたく人民軍に支配されるっていうのを平和と考えていると辻褄が合います。ドンピシャ。この本音を隠して喋るから辻褄合わないんでね。で、ツッコミが殺到すると。原発狙われたら終わりは、東京新聞社説が最初だったと思います。辻元はこれ読んで採用したんでしょうね。有名なですね、一発だけなら誤射かもしれないとか、軍歌の音がは朝日、以降ですね、多数のダニングどもがこの言い回しを使用してですね、いつしかこういうのを指してパヨ定型文と呼ばれるようになりましたとさ、めでたしめでたし。共産党議員口を開けば上から下まで九条を生かした外交で戦争回避とか言って、ドヤ顔してますけど、まあ、こういうのがパヨ定型文ですよ。原発攻撃受けて反撃しなかったらですね、相手は落ち着いて慎重に狙いを定めて、持ってるミサイル撃ち尽くすまで安心安全に攻撃続けられんだろう。立憲全否定はしない、何でも反対ばっかだなお前らなっていう罵倒が効いてるみたいですね。めでたい。今後ともおかしなことほざしたら容赦なく突っ込むのがいいですね。効いてるみたいだから。全否定しないって言っても、全然信用できませんけれどもね。俺はやってないと言ったって焼肉店にああいうものを残していくわけだし、山口県に本社を構える商社愛好、北朝鮮シジミを輸入かっこ違法するためにロシア産と偽って、これも違法、手に入れ違法、国産と偽って違法、販売した違法、疑いでガサ入れと。グルでやってた、まあグループなのかもしれないですけど、グループ商社なのかもしれないですけど、福岡、茨城、埼玉、東京の商社にも同時ガサ入れだって。同時多発ガサ入れ、まあ時間ずらすと証拠隠滅されちゃいますからね。数十箇所を同時に捜査する大捕り物になったみたいであります。こんなのオウム以来の大規模ガサ入れじゃないでしょうか。ネットの話、ヤクザのしのぎか、これは単なる偽装以上に悪質、厳罰化しないからなくならないよ。数十箇所って大規模な組織なんだな。これ完全にスパイ組織じゃーん。愛好社長金田玉俊61歳を北朝鮮ニット製品を輸入した容疑で逮捕というのが過去に2011年前ですねにありました。してみると今は金田玉俊は72歳になってんのか。過去にもやってる常習犯でですね、こちらの報道ではしっかりと在日朝鮮人って報道されておりました。知ってますけど、多分日本におけるスパイ拠点だったんでしょうね。警察、北朝鮮に資金が流れている疑い、そりゃそうだろう。実際に北朝鮮のシジミ買って
代金払ってんでしょ、じゃあ、金流してんじゃん。もあるとして、完全に公安案件じゃないですか、これ。でないと、各地の県警が協力して、一斉捜査なんかある、普通やりません。しかも数十箇所も。報道にもですね、異例の数十箇所、同時火災ってありましたんでね。まあ、テレビはささっと流すだろうけど、結構な大捕り物だったんじゃないかな。愛子社長、前回の逮捕から11年経ってるが、なんでこういうの国外追放できないのか。なぜなんだ。スパイ募集が早く欲しいですね。コラボといい、愛子といい、最近いろいろとめくれてません？パヨ、冷や汗でめでたいですね。ストレスで免疫落ちるといいんですけど。議論、若者。月に5000も払って。昨日のニュースが届くって、やばくない？そういえばやばい。ネットの話。あんな紙切れに月5000は草。長靴を早く乾かすのに便利だよね。体に巻くとあったかいぞ。そんな人いねえよ、もう。昭和の、神田川の世界じゃない。あとなんだ、森田童子の、なんかね、なんだっけな、あれあれ。電熱線でお湯沸かすやつで、暖取ってるみたいな、そんな時代じゃない。新聞体に巻いて、温まってる場合じゃない。二度と買わんって決めている。読み終えたら、ゴミが溜まっていくらしいな。毎朝送りつけられてくるのって、冷静に考えて、怖くない？ネットフリックスより高い紙なんて誰も買わねえ。こんなもんが軽減税率って消費税を優遇されてて財務省批判なんてできるわけがない。まあここも肝だよな。確信だよな。Y のジジイ。新聞はネットより信用できる。こんなもんや。まあそうでしょうね。新聞は森林伐採環境破壊なんで今すぐやめましょう。私の動画をご覧になっている方は新聞買ってる人なんかいませんけれども、まあ知人でですね、お知り合いで新聞買ってる方いたら、環境破壊良くない、スマホで十分って進めといてください。別にこれはですね、朝日毎日赤旗、政教が気に入らねえっていうのもありますけど、まあ実際環境破壊だしね、木切って紙作ってガソリン燃やしてそれ配るっつう環境破壊。ネットでいいじゃん。スマホで。だいたい持ってんだからさ、今はさ、誰でもさ、高齢者でも。まあ、子供は言うに及ばずね。まあまあ、今の子供は、紙の新聞触ったこともね、多いだろうから、徐々に息の根は止まっていくとは思いますけれどもね。というわけで、日本改革党、メール党員さん大募集、有料メール、月額990円。をお買い上げくださり、等ご支援ください。新聞なんかよりはずっと安いですね。お得だ。環境破壊もないし、なんてお得なんだ。と自信を持ってお勧めいたします。デトックスジャパン。